熊本地震犠牲者追悼式が取り行えるにあたり政府を代表して謹慎で追悼の言葉を申し上げます震度7の地震が連続して発生しここ熊本県を中心に甚大な被害をもたらした熊本地震の発生から1年の歳月が経ちましたこの地震により 亡くなられた方々の無念さと。最愛の方を失われた。ご遺族の皆様の深い悲しみに。思いをいたしますと。誠に。痛恨の。極みだり。相席の念に。堪えません。ここに改めて。中心より。哀悼の意を捧げます。また。被災されたすべての方々に。心から。お見舞いを申し上げます。発災後。 被災地を訪問した際、凄まじい地震の爪痕を目の当たりにし、被害の甚大さに言葉を失いました。避難避難所生活を送られている被災者の方々の大変なご苦労に接し、必ずやすべての被災者の方々が震災前の笑顔を取り戻し、安心して暮らせる街を作られる、そうした復興を成し遂げることを決意いたしました。 これまでに地元の方々の大変なご努力、関係機関のご尽力、そして全国の方々からの温かいご支援により、復旧・復興は一歩一歩前に進んでまいりました。しかしいまだに4万7千人を超える方々が仮設住宅などで不自由な暮らしを余儀なくされています。地域産業の再生や 道路などのインフラの復旧そして熊本のシンボルである熊本城の復旧など取り組むべき課題は数多く残っています復旧復興をできるだけ早く成し遂げることこそが犠牲となられた方々の見た目に報いる道です被災者の方々お一人お一人のお気持ちに寄り添い一日も早い生活の再建と なりわいの再生被災地の復興を実践するため引き続き政府一丸とあって全力で取り組んでまいりますまた熊本自身から得られた多くの貴重な教訓を踏まえて災害対策の一層の充実を図り災害に強い強靭な国づくりを進めていくことをここに固くお誓いいたします 三玉の永遠に安ら,安らかならんことを改めてお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様のご平安を心から記念し、私の追悼の言葉といたします。平成29年4月14日、内閣総理大臣安倍晋三。